実はこの前にアットコスメでいろんなメイク製品とかを爆買いしてきたので、そのメイク製品を使ってタイちゃんにメイクをしてもらいます。しちゃうぞ。ありがとうございます。今日のオーダーは何かしら。もう一回やってみたかったの。何？ BTS のジミンちゃん。なんでよ。いいじゃねえか。始まります。始まります。もうジミンじゃない。おかわいいって言えよ。大丈夫に入りました。大ちゃんチャンネル。最初にカラコンからやろうか。やっぱコンタクト一回も人生で入れたことない。入るかな。え、本当に怖い。怖くないよ。怖い。怖い。引っかかる？え、あ、すごい。もうジミンじゃない？ちょっと早いかも。違う。そしたらじゃあまずツルツルお肌にするから、はい、今日はザ・セブの PC ポアプライマーで、はい、ツルッとしたねやつを作っていきたいんで、うん、あ、プライマーから使うんだね。そう、部屋のまあそんなないけど、みんなほら凹凸みたいのあるから、そういうのはツルッとした方がよくて、でそうそう、もうキュッとなるから、こうやってまずこれするでしょ、うん、で今度はマリクワ、マリクワ、そうデイジードールってね、マリクワのね妹ブランドみたいな、カラーコレクティングプライマー LV ラベンダーだね。これを塗っていくよ。もう1本だね。本当だね。まあ、黄みが取れて、ほら見て韓国っぽくなってきたでしょ。だいぶね。次は目元を明るくしていきたいから、はい、ちょっとコンシーラーをちょっと薄くつけていきます。ポイント色がのるの、ちゃんと。なんでいちいちあの人はみんな飲めきゃない。飲めてるよ。シワになっちゃうからここしないで、ま、胸、めっちゃ見て。いや、そしたら目乾くね、めっちゃ乾くよね。ティルティルのマスクフィットクッションの、今回は 23N3 度、まあ一番濃いやつなんだけど、でも濃くても綺麗に乗るから、でもうここトントントンって本当に毛穴埋めるような感じ。これすっごいいいのよ、うん、全然違う、全然違う、全然違う。ジミちゃんに近づきつつある、ね、毛穴です。毛穴どうしても近づいてるとは言ってくれないね。ジミンさんに怒られるよ。コメントあれないかしら。コメントあれてる。ザレ言。暴言。やめて。そしたらもうハンギョドンですって言えばいい、大丈夫。長子？私がってこと？え、待って待って、アンチ？でもほら、私がって言ったらね。そうだよね。私、一応ほら、一応本業だから、本業だよね、わかる。ハンギョドンとか言ってるけどさ、名だたる大女優さんばっかり担当されてる。最近された女優さん誰だっけ？ボーチェで広瀬涼子さん。広瀬涼子さんやって、浜辺美奈ちゃん、浜辺さんやって、今日三上大輔さんやって、そうそうそう、並び。ほら、韓国っぽいよね。うん、っぽい。ベースメイクがこれで終わり？まだよ。まだだって。いや、ちょっとお口の色もね、ちょっと抑えちゃうから。私のこの口伸びるの色結構こういう色が可愛いなと思ってるんだけど、でもそれを消してるの。無で消してるでしょ。あ、これすっごいあれだね、すっごい体調悪い子だね、うん、先生ちょっと今日少し具合悪くて体育見学してもいい？はい、次行くよ。はい、わかりました。大ちゃんチャンネル。パウダーします。サンナエクセルクリアルーセントパウダー NB で、これちょっとこっちにと。あ、そうするんだ。今日筆でつける。あ、すごいプロっぽい。筆でつけるのプロっぽい。うん、あ、プロ。逆にね、最近やったのが広瀬涼子さん。そう、みなみなみさん。そう、大ちゃん。なんかさ、韓国のさ、メイクってさ、あんまり手使わないの。うんうんうん。スキンケアはもう筆でやるの。
そうそうそう、触んないのあんま汚いみたいな感じなんで、手がね、そうそう、だからほとんど手とかツール使うから、今日はちょっと韓国風味をね出して、分かった、うん、でこうやってなじませて軽く落とすぐらい、うん、でもこれぐらいも気持ちいい、ふわふわしてる、そうで、なんかツヤを消しすぎないぐらいに、ふわって似てる、うん、今すごい心地よくて、このままでも眠れちゃいそう、ジミンの腕に抱かれながら、いないよ、はい、よかった寝ても覚めても一人暮らし、そうそうそう、大ちゃんチャンネル、次ポイントメイクいくわ、はい、分かった、ちみちゃんの眉毛は平行でちょっと上がってるから、うん、大ちゃんは野生じゃん、そうそうそう、私そう全く何でもいじってないのよでしょ、だからちょっとコンシーラーで形整えていく、これは、キャンメイクのパーフェクトエアリーアイブロウに、このあたりが気に入ってるやつでしょ、そう気に入ってるの、描きやすいから持ってこいって、眉毛は顔の額縁、額縁なんだ、たまに忘れられるんだけど、そうだよね、実はね、ここをね、取ってくださいじゃん、消えてる、消えてる、消えてる、うん、全然違う、全然違う、こっちの方がいい、あ、男の子になりたかったの、うん、ここまで痛い、まあ、おかま、時々おかま、みたいな、え、ちょっと月間一番怖い、あ、ごめん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 、え、全然違うじゃん、全然違うよ、え、ジョンちゃんほんとすごい、ジョンちゃんほんとすごいんだね、すごくないよ、だってこんなに喋ってさ、オカマはオカマみたいなこと言っちゃってるのに、発言に関しては置いといて、大ちゃんチャンネル、じゃあ一旦こんくらいかな、かわいい、え、藤子が私にかわいいって言っただいぶ変わるね、かわいい、いやごめん、そうでもない大ちゃんチャンネル、続いてはアイメイク、はい、アイメイクはデイジークのシャドウパレットオータムブリーズ、目拡張するんで、目閉じ、目拡張、大ちゃんの目はクリッとしてて切れ長でね、普通だから、これをジミンみたいにシュッシュッ、お、切れ長にできるんだ、うん、目のね、サイズは何でもできる、今日のジョージの名言、目のサイズは何でもできる、感じでもう横に行っちゃう、奥二重じゃん、ジミン、そうそう、私も奥二重なのよ、だからそれを生かしたい、ってことは私ほぼジミンってこと、うん、今度下まぶたがぷっくりしてるのよ、してる、してるよね、まあ、大ちゃんも涙袋あんだけど作っていきたいから、上向いて、顎下げて顎開いたやつね、で、上向いて、涙袋の何がいけないの、これの顔の、この顔を立ててるのはジョージちゃんの、本当にメイクが台無しそしたら同じちょっともうちょっと濃いこの下のやつをその上に重ねてきます、目立つ、そんなに白目向かなくてもメイクだよ上向くの難しくない、こうやってやればいい、こんなままこうやって、大ちゃんチャンネル、次アイライナー引きます、はい、アイライナーは今日はラブライナー、ラブライナー、ペンシルの、ペンシルの、あ、ちっちゃくて読めない、大ちゃんチャンネル、じゃあちょっとこっち側見てて、で下向いてて、上絶対向かないで、下向いてて、分かった、うん、そうそうそう、下向いてて、うん、だいぶいいだいぶいい入りました、4番テーブルだいぶいい入ります、静かにしてください、大ちゃんチャンネル、韓国の子結構かライン入れてるから、うん、ラインがっつり入れるよね、そう、まつげとまつげの間も埋めるし、上からも引いてあげるとより地味っぽくなる、たらこれなじませるので、もう一回この人ね、このアイシャドウ入れてなじませる、ぼかしていくの、アイライン引いたらさ、奥二重感がさらに強く、うん、そう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 、アイメイクはまあこんくらいでいいかなと思ってて、うん、ちょっと一回リップの色だけ一回塗るわ、はい、セザンヌのトータリーピントリップの01番、あんまりラワっていうよりかはちょっとこういう丸筆で内側だけこうちょっとだけのせる感じの、ジミンちゃんっぽい、
リップを塗りました。そしたら鼻をね、一回ジミンの鼻見よう。綺麗な鼻だね。え、でも鼻いいよ。うん、鼻綺麗。鼻綺麗。鼻でかほら。同じだよ。鼻は？鼻はすごい。鼻は？アイシャドウでぼかしていく。本当はシェーディングだったのに、だからこれでやる、アイシャドウでやる。はい。ここの影だけちょっと眉毛があるからさ、あったところに影をここだけつけて。ここまでメイクが完成したので、ここからはヘアをやって完成ですかね。そう、ヘアもやっちゃうよ。ヘア行ってきます。ちょっとジミンちゃんっぽい写真を撮りましたのでご覧ください。こちら、大ちゃんチャンネル。ジミンちゃんメイクのポイントは、まあ、カラコングレー入れるだけでも結構変わるし、うん、眉毛をさ、ちょっと今回さ結構しっかり消してるんだけど整えてて、うん、でやっぱほらここのハートじゃない、前髪の横さ、その角度似てるよね。似てる似てる。であと垂れ目なんだけど切れ長にして、大ちゃんの目よりもちょっと横長にしてるの。え、大ちゃん的にどう？なえ、そう、成功成功。え、もう大え、超大成功じゃない？に怒られちゃうから、ジミンちゃんになったとはとても言えないんだけど、でもなんかさ、大きく世の中を2つに分けたらジミンちゃんよりじゃない？そうよね、そうよね、そうよね。皆さんご許しください。大きく2個に分けたらジミンちゃんよりになったんじゃないでしょうか。ねえねえ、思ったよりオチがないぐらい綺麗でした。ということで今日はアートコスメに行ってからの TBS のジミンメイクでした。やってもらいました。前半はジョンちゃんの方のチャンネルにあるので、皆さんぜひ見に行ってください。はい、概要欄に寄せときます。 YouTuber っぽい。